チャオ、あちゃんです。2020年、初めてのドライブ動画ちょっとね、今日お寿司食べようかなと思って3区までお買い物行きます。で、その前にね、秋神社に初詣参拝行きます。寒いめっちゃ寒い。子供がね、行こう言うたら、どうしようかなって言って、三輪神行くよ、言ったら、そっちするって。で、今日3日やねんけどね、3日に三輪神社行こうか言うとって言うけども、ちょっとね、なんかいろいろあって、いろいろあって、子供もね、ちょっといろいろなんか、今日したいことがあるって、ねえ、ええよって言ったね、言うとったら、聞いとったらね、すげえ混んでるらしいね、まだ今日も。なんか1日ずらそうか、明日にしようかって言って。4日にします。いつもまあまあよう考えたら3日に行くことめったにないね、今年はね4日土曜日5日日曜日やから、どっちにしてもバリゴミやったらもうね、一緒になんていうの、もう込みやったら3日に行こうかとは言うとったんやけど、ね、元旦よりも競歩が車が多かったって言うとった。だから桜井の方向が備えてたから、まあ4日にしようか。けどあっちゃん秋神社行きました。秋神社の神社に参拝させていただきましょう。あ、今日は鳥居の前が開いてるぞ。はい、誰も行ってないです。あ、誰か行ってる。行きましょう。まず天水社を見てくれる。耳が出るかな。お、出た。で、今年は出るね。ではまず天水社で。風情がないね。蛇口という。では鳥の仲間に来るのできたから。ここで一礼しましょう。伊勢神社の元伊勢って言われる秋神社。この建て方ね、これがね、伊勢神宮と同じ建て方らしい。まあ、ちいちゃいけどね。こういうね、元の伊勢神社です。では、参拝させてもらいます。ちょっとね、ここ。下まで入れへんかった。まあいいか、見えてるけど。再生ドラゴンかな、経路再生ドラゴンか。よし、入った。
ね、お参りしてきました。おごそかな気持ちになるな。やっぱりね、いろいろあるけどもね、いつもどこでもあっちゃんはお参りしてるけど、あっちゃんに関わる全ての人が幸せになれますようにっていう気持ちでお祈りしてきました。やっぱり気持ちいいね。それでちょっと帰りましょう。シーティング元旦の朝8時からやってたってお父ちゃんが言ってた。いつもはね、夜中にやっててんけど、なんか人が少ないし寒いからって朝になったって。でこういうのは足やねんけどね。でも元旦に来てもお父ちゃんもね、元旦の日に来たら一人しかおらへんだわって言ってた。お父ちゃん今日今年役じゃないから祭典には行きやへんかったらしいけどね。来なかったよ。前なかったね。こんな感じです。では帰りましょう。よいしょ。よいしょ。足屋さんだ。諸葛系無線です。今、秋神社に参拝に来て、初詣、3日に初詣です、今年は。今がちょっとね、お寿司を買いに3個行きましょう。でもね、まあ、神社的にはすごい位の高い神社で、だからあれがないでしょ、ガランガランの鐘。神社に鐘あってガランガランって言うでしょ。ガランガランのある鐘がのはね、のない神社は位が高いんやって。だから三輪神社もないでしょ、でここはね、神宮じゃなく神社やね。そう、天皇系じゃないね。そう、伊勢神宮って言われるけど、伊勢神宮はここって天照大神なんだから、ほんまは伊勢神宮じゃないねん。なんで神宮になったのでしょうか。天皇系が何かをしたから神宮になったりね、はい、そういうのが神社の由来です。神社っていうのは神様が祀られてるところ、神宮っていうのは天皇系が祀られてるところって言って、だからあっちゃんはあんまり神宮系には行かへんねん。まあ行かへんことはないんだけどね。で橿原神宮っていうのはまだ古代天皇、水戸天皇、後醍醐天皇とかね、水明天皇とか、昔の奈良時代からの天皇が祀られてる。だからまあないよね。明治以降の天皇さんが、あんま言わんとこ、あんま言ったらあかんな、そこな、はい、伊勢神宮はそうでしょう。明治以降の天皇さんが祀られてるでしょう。なんで、はい、都市伝説の世界なのでやめときましょう。はい、痛くなんね。そんなこんなでね、あーちゃんは神社をお参りしてきて、秋神社、元伊勢って言われて、伊勢神宮を建てる前に天照大神がここに建てるって言ってたんで、ここはいい場所だ言って建てて、でそっからね、神社が、なんていうの、このお宇陀の地に入れたんやけど、海が見たいことで伊勢行ったってあれだよね。でもこの神社はひっそりひっそり、廃神社かのように、
じゃないで、廃神社になってへんか。廃神社がね、おとなしい、ひっそりしてて、ね。っていうかね、廃神社になったらしいね、実は。元の、秋神社もここじゃないね。今度行こう思うんだけど、なかなか行かれへんだけど、高間ヶ原って言って、伊勢じゃない、秋神社の裏山に、の高台にあったんやって。神社ってやっぱ景色のいい高台にあるからね。なんであんな山の下にあるのかなと思ってたら、もともとその上にあったんやって。で、その上にあったんやけど、もう廃神社で誰もお参り行かなくなったんやって、一時期ね。だから地元の人が、再建したで、再建するのに元のそのもうこの昔々やね、何時代か知らん、江戸か何年の町か知らんけど、何時代か知らんけどね、何年かか引っ張ってて、それを地元の人が持ってきて、下に持って降りてきて建てたのが今の秋神社で、元の高間ヶ原に神社とかあるらしいねんけどね、元ちゃんが行ってきたんやけど、あっちゃん行ってないね、何もないよ。そこから下に持っておいてきて、今の秋神社ができて、で今の秋神社は、と言ったら元伊勢って言われてるから、伊勢神宮を元に作られた神社だから、多分伊勢神宮より後にできてると思うね、今の神社は。でも祀られてるのは廃神社になってた高間ヶ原にあった、天照大神様がね、拝んでた御神体というのか、何らかしらがあるよ。その中身はあちゃんも見たことがないから知らない。中に何入ってるのか知らない。地元の人も開けたかどうかはそれは知らんねんけどね。だから伊勢神宮と同じ建て方、元伊勢いうことで。元伊勢っていう文献は出てたらしいんだけど、ね。天照の総御神が、わがままやって海神対言うて、この神社を捨てて行ったらしい。捨てて、ね、で、伊勢神宮も必足して、廃神社になってた。それを江戸時代、ね、誰が再建して、で、長い歴史、天照大神のという話 を作りたいがために、式年遷宮っていうね、20年に1回建て替える儀式が行われている。そう、昔の文献はどこにあるのかって言ったら、神社の屋根とか壁とかに貼られてある木の裏に書いてあるね、木簡として。それが木簡言うて出てくる、遺跡から出てくるものよね。その木簡に書かれてたから、元伊勢っちことが分かったんやけど、伊勢、うちの秋神社は。でも伊勢神宮さ、式年遷宮して、ばらした神社の材料はどうしましたでしょうか。焼却処分できるよね、木簡だから。それ以上言わさないでください。そのための式年遷宮、20年に一度の歴史隠蔽、ね、世紀の歴史隠蔽工作なんで、信じるか信じないかはあなた次第です。宇田は空いてんね。桜井はもうバリゴミやるんだけど、ほんまはね、今日からエバーグリーン開くし、はま寿司もあるし、行こうかな思ってた。子供と連れて行こうよ。いらんちゅうか、なんか用事したいっつって。なんか、今日なんかしゃなあかんねんって。今日提出でなんかあってねん言うて。勉強ちゃうで。ネットのなんからしいの。なんかしてるらしくて。それが今日が締め切りやねん。それ作んねんとか言ったから。いいよっつって。明日にしようっつって。美和さんね、だから明日美和さん行ってお寿司食べるつもりやってんけど、もうお寿司食べたいし、今日の晩ご飯あらへんし、キッチン立つのいらんから、3区に、買い物行きます。多くはね、桜山で降りようか思ったやん。まあ別に美和寺行かんでも、桜山で降りようかな思っとってんけど、よう考えたら美和寺行くのに桜井行くやろ思って、ね、どうしようかな。ヨガの散歩で行くか。はい、バラ行こう。今年は、ね、去年末31日にね、急遽スルメを買いに行き旅で3区行って、年明け一番最初の買い物3区でもなんか灰原3区に縁があるね。まあ今年も灰原駅出発でロケに出る日が増えるでしょう。
この道通ることが多いかもからね。あんちゃん家のうちからね、こっち灰原方面は鬼門にあたる。だから灰原方面に引っ越しとか、嫁ぐ人は一度道を違う方向から灰原に回る、歌の周りで灰原回るとかね、するしとったらしいね、昔に、ね、今はそんなことはそうやけどね、大宇田からは鬼門にあたるのよ、こっち。だから大宇田から灰原ってあんま行かへんねんね、大宇田の。大宇田の人行ったら知らんねん、昔の人はそうやったらしい。うん、大宇田と灰原っていうのは今はね、一つの宇田市になってるけど、大宇田から灰原って結構対立してるらしい。対立ってことだけどね、鬼門やからってことであんま行かへんらしい。だからね、まあ駅がね、大宇田に駅できるっていうのに、大宇田の人が反対したことで駅がなくなったことで灰原駅できて町になっちゃったからね、同じ宇田市の中でも大宇田が一番栄えとったのにダメな町なんで、もんだからそんなんもあって結構ね、大宇田灰原っていうのはあんまり灰原の人を灰原の方向いて行かへんらしい。昔の人が言ってる、今の人がちゃうよ、そんなせえへんけど、そのことは普通に言うけど。灰原から出ていくか、そうかね。まあこの前の奈良ロケじゃないけど、奈良元のとこに車を置くとか、桜井に車を置いてはござる。そっちの方が時間かかんないけど、ね、リスク高いしね。渋滞リスクとかあって電車乗り遅れるからさ。あと灰原から言ったら特急乗れる。50何分のね、特急さえ間に合ったら乗れる。桜井は乗れへんからね、桜井は急行しかない。もちろん田原本も行くよ。まあ田原本は京都方面しか行かんけど、特急で行くときは灰原から行かん。なんでか、行きはまあどっちにしてもね、帰り灰原まで特急で帰ってこれるの、めちゃくちゃ楽。ヤギで乗り換えるのがすごい嫌なんで、ヤギまたはね、向こうから名古屋方面から帰ってきたらもちろんね、名張でもね、名古屋方面行くときは灰原から乗らんかったら、そっからもっと東方面行ったら次名張まで特急ないし、まあ、室とかあるけど行くメリットもないからね。なんかまあ灰原から乗んねんけど、私は灰原方面に行くことが増えるかもからね、うん、いやでもほんまにね、まだ何って動いてへんけど、車関係の動画が増えていくっていうのはね、楽しい反面すごい忙しくなるやろうなと思って、ね、うん、まだちょっといろいろとやっていこう。いや前の車でっかいの乗ってる、かわいい。20話ぐらいまで面白いな、ハマって歌覚えたいんだけど、ね、2番が歌えへんからね、2番やらへんやろテレビで。だからあれ見てんねん、まあ、アマゾンプライムで見てんねんけど、なんか1番はだいぶ覚えてんけど、2番は分からへん。強くなれる理由を知った僕を連れて進め、あの歌好きやわ。どうだろうかのそのように潰れる心震える手は使いみたいものがある、それだけさ夜の匂い、何でも変わってゆけるのは自分自身だけ、それだけさ。いや声出へんな、こっちから行こう、血も長い。間違えたわ、もうこっちからも入れねえけどな。サムだけで行くか。1km 先トラップゾーンです。
こ空いてる。近いとこ当たった。そんな混んでないの？もっと混んでんのかな。正月行くとこないからね。でも混むんよね、宇田はね。よいしょ、ちょっと買い物してきます。